羽田空港に来てます。もう出国もしちゃったんですけど、今からシンガポールに行きます。ということで、いつも通りアナのスイートランチに行ってきます。スイートランチ来ました。今日はいつもの席がいっぱいだったので、今日はこういうダイニングテーブルのところに来ました。ベンチも来た今オーダーして料理できるの待ちです。できました。私の朝食、最強焼き朝ごはん、美味しそう。美味しいの、これ。前食べたので戻ったと言ってて美味しかった。いただきます。ゲートめちゃくちゃ一番端っこ141ってところなんですけど、一番端まで来てエスカレーターに降りてます。なんか初ここ、こんな感じ。今降りてます。降りてからゲートがあるみたいで、あっちや。こんな感じ。綺麗ここ。ね、なんか綺麗ここ。って差し込んで顔の写真撮って、右手の親指の指紋をスキャンされただけでスルーでした。やっぱオンラインでアライバルカードやってる方がすごい早いです。なんか CA さんとかパイロットの方よりもめちゃくちゃ早くスムーズに入国できました。
キリン、今から荷物取りに行きます。おー、荷物が待ってる。 Thank you Thank you so much。が待ってくれてた。ありがたい。すごいありがたい。多分ここを出て、出たところにあるはず。あ、あそこや。出たとこじゃなかった、中やった。うん、UOB。あそこでシムカードともらってお金を交換します。なんかガーデンベイランディアっていうチケットを買ったらシムカードがついてきたんですけど、外に出たことでもらえるみたいです。グラブを呼びました。なんかドアがいっぱいあって、ここ3なんですけど、2、1とか、ここ2190 B 来た？来ました。なんか、はい、グラブのお姉さんに来ました。アプラチンサンライズ meets my skin even with my eyes still closedFeel it coming in. Golden, golden. I'll follow only golden, golden. Golden, golden things. Thank you. Ta-da. Hotel 着きました。運転手さんめっちゃいい人やった。今からチェックインします。925 925チェックインが終わった。どこに部屋があるの？925 28 27 26。あ、ここだー。今日は区間急に行こう。でれー、こんな感じのお部屋でー。超ベッド高い、見て。超ベッド高い。あ、いいじゃん、シンプルで。ビューはプールが見えそうなビュー。何？もう？もう？いや、こっち撮ってんだけど。お風呂はこんな感じで、ちょっと暗いね。頭の上のシャワーと持つシャワーと、あ、ウォシュレットじゃん。ラッキー。ウォシュレットじゃん。待って、これジャンプできると思う。高いねんけど、怖いねんけど。大丈夫や。あれみたい、なんかこうやって飛ぶやつあるやん。あれみたい。キュー。全然飛んでない。だって高いねんもん。だって足ギリギリやで、これつく。ほら、つくやん。パン食べに来ました。お腹すいた。なんか。フードコートがあった。こんな感じ。うわ、これ美味しそう。マンゴー。やっぱりさっきのフードコートはやめて、違うところを探そうかなって。今日金曜日なの。花金や、花金。いっぱいやわ。もうちょっと8時なんです。
もうお腹がペコペコ。どう？お腹がペコンペコン。今回おいしそうなところがあれば。おいしい匂いはするけど。フードコートやめてなんかおしゃれなバーに来ました。から予約がいっぱいらしい。向こうか。バーのとこやったら空いてる。あ、いいね。やばまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。